重要文化財の種別、近代解散での指定第1号、薄い峠、メガネ橋、琵琶湖ソ水丹島近代化遺産は国家や社会の近代化に関連する文化遺産のこと。日本の文化庁が定義している文化遺産保護制度上の概念の一つで、幕末から第二次世界大戦期までの間に建設され、日本の近代化に貢献した産業、交通、 土木にかかる建造物。本校ではにについて詳述する。近代化遺産とは、製鉄所、造船所、製紙庁などの工場設備や機械、鉱山、橋、ダム、トンネル、発電所、鉄道などの建造物、さらには、河川施設や、港湾施設など、幕末以降の日本の近代化を支えた総体を、文化遺産として捉える概念である。 従来の文化遺産保護制度の対象とはなりにくかったが、これらを文化遺産として評価する視点が強まるにつれて、近代解散というカテゴリーが用いられるようになった。近代解散という用語自体は、1990年から文化庁の支援により、各都道府県教育委員会が全国の近代解散の状況についての調査を実施するのに先立ち、文化庁が造語したものである。 この調査は特に優れた近代海産を重要文化財に指定し保護することを目的としたものであった。それを踏まえて1993年には重要文化財建造物の種別として近代海産が新設され群馬県の薄い峠鉄道施設と秋田県の藤倉水源地の水道施設が該当する重要文化財として初めての指定を受けた。その後、 1996年の文化財保護法改正において登録文化財制度が導入され保護が本格化した。なお、重要文化財建造物については近代解散という分類名で指定されたのは2003年指定の舞鶴旧鎮守不水道施設が最後であり2005年指定の八津沢発電所からは近代解散に代わって近代産業交通 土木という分類名称が使用されている。文化庁が発表している重要文化財建造物の分類別指定件数統計においても2005年からは近代、産業、交通、土木という分類名称が用いられ、従来から指定されていた単独の橋梁、トンネル、駅舎などもここに分類されている。近代海産が所在する 地方公共団体を中心として設立された全国近代解散活用連絡協議会は旧公務省の設立日である10月20日を近代解散の日としている。類似の取り組みとして日本の経済産業省は近代化産業遺産という認定制度を制定している。以下のリストには重要文化財指定の建造物のうち文化庁が近代、産業、交通、 土木に分類しているものを挙げる。西暦年は指定された年を表している。なお、橋梁、灯台などについては、近代解散という語が生まれる以前に指定されていたものもある。以下の2件は、江戸時代最末期の建造物で、文化庁では、近世以前、その他に分類している。ありがとうございます。